こんにちは。今回はニコマクから新しくリリースされておりますバイク用のドライブレコーダー SM2 カープレイ Android Auto 対応の前後カメラ、またソニーの307センサーを搭載しました、こちらの製品をご紹介をしていきたいと思います。でこちらの製品今非常に売れていて、ここにも書いてあるんですが、過去1ヶ月で100点以上購入されましたということで出ております。で実際私もこのサンプルの方をお預かりさせていただきまして、確かにこれはまた売れるなということで、当チャンネルニコマクの製品なんですけれども、まあ、二輪四輪問わずともにレビューさせていただいているんですが、非常にクオリティが高い製品でよく考えられて作られてるなと、また何と言いましても付属品がしっかりとついている、でまた機能性も非常に高く、美観も優れていてクオリティが高いと、でかつ価格も非常に購入しやすいと、今タイムセールということで 21% オフ、37,800円なんですけど、今は 29,800円ということで、まあ、これだけクオリティの高い製品で、まあ、この価格で買えるというのもニコマクの最大の特徴となってくるかと思いますので、まあ、購入して非常に満足度の高い製品となっております。ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただきまして、今回はこちらの製品の注目ポイントについてご紹介をしていきたいと思います。まず製品の詳しいレビューに入る前に、今回この元モニターなんですけど、今私このデジタルルームミラーの下にポンとつけております。で最近車でも用いられる製品というのが出てきておりまして、まあ、こちらになるんですけれども、これはチージーとアキーヨのコラボで作られている AIO の5プレイ。元は AIO の5ライトというドライブレコーダー搭載型のモデルだったんですけど、これは主にカープレイ Android ということで、カーナビとして使えるスマート元モニターというものになっています。で、これ自体が車でも付けられるように、今、製品の方が販売を始めているといった状況になっておりまして、まあそれに追従する形として、まあこのニコマクの製品だったり、またマックスインのエイリアンライダーという、さらに機能を上げた製品となっているんですけれども、今回は車でもこのニコマクの SM2 というのが使えるよということで、SM2 の特徴についてご紹介していこうと思います。で、このマウント自体は私このクランプを使っているんですけれども、バイクで使うんでしたら、まあこちらのマウントを使っていただくと、まあ、いうことになります。で、バイク用としての取り付け詳細というのは今動画の方で映しているような状況となっておりまして、まあこれが非常に使いやすいものになっております。まあ前回の動画では少しこう振動に弱い印象っていうのがあったわけなんですけれども、まあ今回に関しては特に問題がないということで、しっかりと取り付けの方ができるようになっております。まあその一つといたしましては、これ自体が非常に軽量でできているということで、まあ、今回のこちらの製品の最も注目できる特徴になっております。非常に薄くて軽い。で、スマホのような、スマホと同じような大きさになっているということで、もう本当にスマホを持っているような感覚で使えるものになっております。まあ、実際こちらの方ちょっと取り外してみたいと思うんですけれども、まあ、ポンとこう取れるんですけれど、まあ、こういった使い方ができるっていうのがスマート元モニターで、またカーナビがポンと付けられてしまうというところですね。まあ、ここがバイク用から車用に派生していく一つの大きな理由になってくるかと思います。で、マウントがこういう形になっておりまして、非常にスマートに出来上がっているのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。で、これなんですけど、一回ちょっと外してみようと思うんですけど、なんと USB-C ということになっておりまして、電源も簡単に取れてしまうということも、昨今のスマート元モニターの大きな特徴となっておりまして、まあ、バイクのみならず車でも使えると、まあ、いうところになってきているということになります。で、これ防水仕様になっていて、かなり深くなっております。はい。今、スマホで撮ってるんですけれども、
高温になってしまって、もうスマホが使えないということで、今5月の中旬ぐらいなんですけど、もうすでにスマホが使えないという状況になっています。まあそういった時に、このスマート元モニターというものがあると、まあ特に野外で使う場合ですと、スマホが直射日光を浴びてしまって、もうすぐに高温になってしまう。特に、この保護カバーみたいなものをつけている状態ですと、熱がこもりやすくて、放熱しにくくなってしまいますので、余計に高温にさらされて、もうすぐにスマホが使えなくなってしまうというような時期に今入ってきてるんですけれども、それを回避してくれるというのが、この元モニターを導入する大きなメリットにもなってくるということになります。これだけ薄いものになっていて、本当にこれ自体がなんかこう縦にするスマホっぽい感じっていうのが見て取れるかと思うんですけれども、非常に薄くて、質感が高くて、なんかいいものだなっていうのを非常に感じる。これ USB-C になってるんで、今までの元モニターって、ハーネス自体がくっついてるようなタイプのもので、少し見た目もいまいちでしたし、また設置性もあまり良くなかったっていうのがあるんですけれども、このユニットとこのハーネスを別にすると、まあいうことで設置性も格段に上がってますし、美感も非常に高いというところが特徴になってくるかと思います。で、こちらが SD カードのスロット。これはドライブレコーダー用の SD カードを入れるところになっております。非常にスマートで非常に軽くて薄くなっている12ミリということなので、非常にいいものを買ったなっていう感じがどなたでも感じられるんじゃないかなと思います。で、先ほどのこちらのマウントをここにこうつけることによって、まあ、バイクでも使えると、まあ、いうことになるわけなんですけれども、まあ、この筐体自体が今回非常に軽くなっているということもありまして、まあ、振動等も特に問題ないということで、安心してお使いいただけるんではないかなと思います。はい。もうすぐにポンと車でも取り付けができるし、さらにカメラのコード、またリモコンがついてるんですけど、まあ、そういったものも全部集約化されておりますので、まあ、四輪のドライブレコーダーもそうなんですけれども、この筐体周りの配線をできる限り少なくして、スマートに綺麗に設置できるっていうのが、このニコマクの製品の大きな特徴になってくるんではないかなと思います。もう機能性ということで、まず、起動、それから、つながり具合、見ていきたいと思います。で、一度電源を切りたいと思います。で、電源を立ち上げていきたいと思います。まあ、バイクで言いますと、ACC を入れて、で、エンジンをかけるといった作動になるかと思います。で、ニコマクという表示画面が出てきます。で、ここまでは、通常のスマートモトモニターと基本的には何ら変わりはないんですけれども、ここからが結構違ってくるかと思います。はい。このように、もうすぐに、カープレイに繋がったのがお分かりいただけるんじゃないかと思うんですけれど、一度ペアリングをしてしまえばもうカープレイもすぐに繋がってくれるということになっておりますので、ここがすごく重要なポイントになってくるかと思います。これ繋がらなかったら、また携帯を取り出して接続をしなきゃいけないということになってきますので、この元モニターを設置するメリットそのものが、はい。メッセージがありまして、こういうね、変なね、メールが結構最近多いんですよね。こういう形ですぐにカープレイが使えるということになりますので、バイクで使うには特に何も操作せずともカープレイにつながってくれないと使い物にならないということになりますので、このニコマクの SM2 は確実につながってくれるということで、非常に設置することによって、便利なアイテムだなということを実感されるのではないかと思います。で、またこちらの製品なんですけど、余談なんですが、私あのカープライドの製品を多くレビューさせていただいてるんですけども、カープライドでもバイク用の2カメラのドライブレコーダー出てるんですが、それのおそらくは OEM 版だと思います。なので中身はカープライド、外見はニコマクのオリジナルといったデザインとなっているかと思いますので、より一層このハード自体というのはカープライドの製品そのものになっているかと思いますので、信頼して使っていただけるものになっているんじゃないかなと思います。まず、カープレイがつながるということはお分かりいただけたかと思うんですけれども、カープレイと音声ですね、がつながらなきゃいけないということで、その接続の容量についてご紹介をしていきたいと思います。
で、まず、私の場合は iPhone なので、カープレイということで、で、この容量に沿って Bluetooth を接続すれば、すぐにペアリングができて、カープレイにつながります。で、Bluetooth に関しましては、BTRX-6149 というところを接続すれば OK です。また、忘れてはいけないのは、カープレイのオンオフのスイッチがありますので、そこをオンにしないとカープレイが接続できませんので、ご注意いただければと思います。はい、そうしますと即座にカープレイが繋がったのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、この状態だと、携帯に音声が流れるような仕組みとなっておりまして、さらに携帯からインカムに接続するっていうのが、この SM2 の音声の出力方式となっております。車の場合ですと、こちらになるんですけれども、携帯 iPhone の13 Pro になりますので、こちらを接続します。で、CarPlay 自体はオンにしております。でも接続しましたと。バイク乗りの方でしたら、インカムと携帯を接続するという形になります。で、こちらが今 iPhone とディスプレイオーディオがペアリングされている状態でして、車載のスピーカーから音声が出るようになっています。2人の場合でしたら、このディスプレイオーディオじゃなくて、インカムのイヤホンになると思うんですけれども、そこから音声が出力されるということになります。こちらの画面もトラックベイという同じタイトルが表示されておりますけれども、この状態で音楽を流すと、車載でも、車載のスピーカーから音声が流れる仕組みになっているということになります。でここタップしていただきますと、ナビが使えて音楽も再生できる。でもちろん、ナビを表示している時というのは、音楽がバックグラウンド再生がされるということになりますので、インカム。で、今回こちらは4輪なんですけれども、同じような形で使えるということになります。カープレイを使った使用例についてはご紹介させていただいたんですけれども、この SM2 はドライブレコーダーがついているということで、次にドライブレコーダーについてご紹介をしていきたいと思います。スマートスクリーンをタップしていただいて、こちらです。そうします。このようにドライブレコーダーとしての機能ので、この SM2 というのはついております。今回これ4輪で使ってるんですけど、4輪で設置するっていうことも可能となっております。ただ私の場合ですと今回はミニバンになるので全長が長い車になっておりますので、そのカメラの配線の長さ自体はちょっとミニバンの全長には対応していないんですけれども、普通車でしたらもう十分対応している長さになっていますので、取り付けすることは可能であると、いうことになります。なので私の場合は、車内カメラ兼、外のナンバー認識ができるような形で、あっちから外の車を撮影するといった、そういった取り付け方法となっております。で、これで前と後ろが前から後ろということで、ドライブレコーダーとして使うということもできますし、モニターとして使用するということも可能となっております。特に方法に関しましては、気になる方もいらっしゃると思いますので、そういった時なんかはこういった形で使っていただくということも可能です。で、また、これが付属品になるんですけど、バイク用のハンドルにつけるものだと思うんですけど、こういったものを使って操作することもできるんですけれども、例えば、家の絵が描いてあるボタンを押します。どこのホーム画面。または、カープレイに付属と。この2つの画面に切り替えられています。で、真ん中の電話のボタンを押すと、今電話かかってきてないんですけど、写真を撮っていますという画面が出てきます。一番下の、このループの表示のボタンを押すと、こういう感じで、カープレイ。で、こう、カープレイと、リアカメラの映像の切り替えというのができるようになると。で、この時っていうのは、画面がロックされるような状況になりますので、触って切り替わらないようにもなっている。こういったところもすごく使いやすいんじゃないかと思います。で、また、この製品なんですけれども、カープライドの OEM 品と思われますので、この Wi-Fi ビデオっていうのがついています。今これ切り替わっちゃったんですけど、カープレイに繋がっている時っていうのはこれ使えないので、一度カープレイを切ります。今カープレイ切ったんですけど、こうします。そうすると Wi-Fi ビデオモードに切り替えますかっていうことが出てきます。そうしますと、このように接続の容量というのが詳しく表示されるようになりますので、この容量で
接続をしていただきますと、Wi-Fi ビデオが使えるようになります。で、これ実際、どんな感じになるのかっていうのをご紹介していきます。はい。今、こちらの方に、このアプリをダウンロードしまして、まあ、これ携帯だと思ってください。携帯でもこちらダウンロードできますので、まあ、それを開きますと、この画面になります。で、これ、Wi-Fi でペアリングをするんですけれども、Wi-Fi でペアリングができたら、こうします。こちらのアルバムなんですけれども、ここを押していただくことによって、まあ、これ、今、収録している時に流れている動画なんですけれども、こういう感じで動画の管理ができるということになります。で、これが、ループ再生、スナップ撮影、緊急録画、駐車監視。で、これ今回駐車監視がついてないので、ここに入らないんですけれども、まあ、こういった動画より収録、静止画を、ここで、ファイルを管理したり、あとは見たりするということができるようになっております。前後カメラ自体が IMX の307センサーというものを搭載しておりますので、昼夜問わず画質自体も非常に高画質で高精細で、くっきりと動画の収録ができるものになっております。まあ、こう見ていただきますと、しっかりとナンバー認識もできるようになっておりますし、また、ギアに関しましても、これ今窓越しの状態ではあるんですけれども、まあ、このようにしっかりと車の状況、またナンバープレート等も確認するということができます。こういった点が、さすが、カープライドの仕様を受け継いでいるドライブレコーダーということを皆様にお伝えすることができるのではないかと思います。ってことで今回なんですけれども、ニコマックにリリースされております、バイク用のドライブレコーダーということで、SM2、まあ、こちらのご紹介をいたしました。SM1 も非常に人気のあるスマートモトモニターだったんですけれども、今回の SM2 に関しましては、より進化しておりまして、まずこの筐体自体が非常にコンパクトで軽量であって、なおかつ、まあ、携帯のようなサイズになっているということになっておりますので、まあ、バイクのみならず、こういった車等でも簡単に設置ができる。また、この配線が今までね、少し悩みどころだったわけなんですけれども、配線も USB-C ということになっておりますので、非常にスッキリと取り付けができるということで、バイク用のモトビラーということなわけなんですけれども、四輪でも使えるような仕様になっているということで、より一層汎用性が高いスマートモトモニターということで、導入していただいても低価格ながら非常に満足できる製品一台になっているのではないかということを皆様にお伝えできるのではないかなと思います。まあ、こちらの製品の詳細なんですが、概要欄の方に貼ってございますので、ぜひ興味のある方は一度ご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。